なんですか、三浦玄太選手と、ね、どんな話をしているのか、それからね U23 のメンバーと連絡は取り合っているか、そして、チームメイトの話、苦しい状況のチームをどういうふうに引っ張っていこうと考えているのかなどなどね、お話を伺ってきました。それではデポナビオリジナルインタビュー、黒川圭介選手のロングインタビューをお楽しみください。小学生の可愛らしい女の子から質問が来ております。はい、大阪桐蔭高校出身ですが、先輩の三浦玄太選手との高校時代のエピソードはありますか？高校時代は玄太君は3つ上なんで被ってないんですよ。3つですもんね。なるほどで、今も先輩後輩としてのお付き合い、今のお付き合いはいかがでしょうということです。高校の話で盛り上がることは多いですね。なかなか厳しい高校だったんで、それをこう一緒に分かち合えるというか、あの時やばかったなみたいな話をよくします。どんなことがやばかったんですか？いや、もうとりあえずグラウンドが山の上にあるんで、毎日山を走って練習場まで行くんで、こう練習する前からクタクタみたいながもう日常で、まあ、そういう話もするし、まあ、僕は寮じゃなかったんですけど、まあ、携帯とかも全員所持禁止 で、すごい厳しい学校で、寮に住んでる人とかはコンビニ一つ行くにしても、連絡をスタッフに連絡入れてから行かないといけなくてなかなか結構厳しい学校だったんで、大変でしたね。はい、きつかったねみたいな話をします。なるほど、やっぱそういったことをやっぱりこうね、しっかりと成し遂げてきてはるんですね。そうですね、黒川選手です。高校時代はきつかったですね。で、さらにのんちゃんっていう可愛らしい女の子から質問なんですけど、はい、今年は U23 メンバーがほとんど移籍しちゃいましたが、はい、今も連絡取り合ったりしてますか、また一緒にやったメンバーが出ている J2 の試合を見たりしますかという質問が来ています。連絡取ったりしますね。まあ、大輔くんとかも連絡取りますし、この前はタビナスがフィリピン代表に選出されて、それのおめでとうっていうことも伝えましたし、こう一緒にやってたメンバーはすごい仲良かったんで、連絡取ることも多いし、試合とかも、リクとかにしてもそうですけどずっと出てるんで、そういう試合はチェックしたりしてます。なるほど、黒川選手も負けずに出てますし、いい刺激になってますね。みんな負けてられないなんか言われます？黒川選手だって、ね、もうガンバでレギュラーでっていう感じですけども、皆さんからはどんな声がかかってますか？いや、しっかり出てるねみたいな、大好きとかもいいよみたいな、見てるよとか、ジェフにしてもずっと出てるやんとか言って、あいつは後輩ですけど基本的に舐めてるんで、タメ口ですけど、なんかこう見てくれてるなって思います。すごくね、気になってたことがあるんですけど、はい、川崎選手が黒川選手がめっちゃおもろい、いや圭介がめっちゃおもろいで、ほらなかなか、ほら私たちも最近ね、ファン館とかも取材行けないですし、日頃取材ができないんで、もうめちゃめちゃ期待してるんですけど、いや、何言ってんすかあいつそんなこと言ってんすか。そうとかで、川崎君もあんな感じなんで、どんな風に面白いかっていうのはなかなか言葉で表現してなかったんですけど、黒川選手そんな面白いんですね。仲良い選手って誰なんですか今のメンバーでは？同い年結構仲いいんですよ、みんな。意味も勇気もそうですけど、で、まだ太一も入ってきて同い年多いんで、同い年は仲いいなっていうのと、個人的には先輩でいうと康介くんですかね、小野瀬。そうなんですね。康介くんは結構よくしてもらってますね。なるほど。じゃあいろいろプライベートも遊びに、そうか、今ちょっとね難しいですもんね、いけないんですけど、ご飯とかも連れてくるんですよね、結構。黒川選手にとってどんな先輩ですか？康介くんですか？はい、いや、もうツンデレっす
ツンツンしてる感じに見えるけど、なんか優しいみたいな。あ、そうなんですね。またちょっと2人のやり取りも非常に見てみたいところですけども、はい、女性ファンから ラーメンは塩派、醤油派、味噌派、豚骨派、どれですかって来てますけど、どうでしょう。気分やけど、まあでもこってりは好きやん、好きですね、やっぱ。こってりですか。はい、豚骨とかが好きですね。なるほど、らしいです、ファンの皆様。アスリートはあんまり食べられないんですか、ラーメンは。いやでも好きなんだよ俺ラーメン、うん、まあ、そんな頻繁には食べないんですけど、うん、もう制限してるわけじゃないですね、休みに食べたりとか、ね、はい、うん、なるほど。黒川社長の長年ガンバーを取材しててもやっぱり今ってこうものすごく頑張る時な時時期ですよね。いやそうです、ね、なかなか自分では経験したことないですし、これまでここまでの状況っていうのは、なんとかしてこうみんなでやっていきたいなと思いますね。そうですね、なんか三浦健太選手もこうネガティブはもう良くない、もっとポジティブな感じでとおっしゃってましたけども、黒川選手どのようにこうチームをこう盛り上げていきたいとか思われますか。あと山本裕貴選手はやっぱりこうしっかりこう去年先輩に対してものを言うということで、倉田修選手とかそれはいいことやって言ってはったし、はい、井出口君とかもなんかふてぶてしぐらいやって言ってはったんですけど、黒川選手はどんなアプローチでこうチームを盛り上げていこうって引っ張っていこうと思っていらっしゃいますか。あ、難しいな。でも僕も要求はしたいと思うんで、うん、やっぱりピッチに例えばこう年齢は本当に関係ないんで、うん、まあ、そういう要求とかはどんどんしてくれっていう風に先輩とかも言ってくれるし、うん、そういうのをこう受け入れてくれる環境ではある、まあ、勇気もそうですけど、うん、だからそういうのでやっぱり要求できてるのかなと思います。でもまだまだこうチームとしてやっぱり今こう勝ててない状況で、うん、まあ、でもこう割り切るではないですけど、うん、もう下向くんじゃなくてこうやっていこうよっていう意識が今一番大事なのかなと思います、うん、それは一人一人が走ってあるんですか。松波さんから言われたり選手からもっとこうしようっていう声とかも上がってるんですか。選手で話もしましたし、選手だけで話もしましたし、うん、こうやっぱりこう求める声というか、もちろん厳しい声かけも必要だし、うん、ポジティブな声かけが必要な時もあるし、うん、まあ、とりあえずこうみんなでこう悪い方に行かないように、うん、まあ、いろんな声があっていいと思うけど、やっぱりポジティブに、うん、やっていくのが今必要だねっていう話はすごいしてますね。あ、なるほど。それは一回選手でミーティングとかもあったんですか。はい、ちょっと時間を作って、うん、まあ、このタイミングで話そうかみたいになりました。この間の試合 F 東戦後とかって感じですか。いや、もう少し前の話なんですけど。監督交代ぐらいの時ですか。そうですね、それぐらいの。なるほど。じゃあもう皆さんでしっかり団結してる感じですね。はい、こうなかなかそこはうまくはいってないですけど、うん、うん、まあ乗り越えていかないといけないなと思いますね。なるほど。本当にサポーターもすごく期待してるんで、チーム状況大変な中ね、ぜひその持ち味のプレーをいっぱい出して、はい、ぜひぜひチームを引っ張っていってください。はい、ありがとうございます。応援しています。本当に今日は長時間にあたりありがとうございました。ありがとうございました。というね、黒川選手のインタビューでした。なかなかこうね、リモートやけどこうどんなおもろいねんみたいなね、こうツッコミっていうのもね、ちょっとこうはばかられてこうね、深く掘れずにすいません、ね、まだちょっとこうおいおいね取材していきますので、またぜひ皆さん黒川選手に引き続き聞いてみたいことを募集中ですのでね、当番組にファックスメールお寄せくださいね。ラジオネームブレナイキヌちゃんさんからはリクエスト曲をいただいておりますので、このガンバコーナーの後でご紹介してかけていきますね。さて、黒川選手にリクエストいただいております。まずコメントからお聞きください。
の黒川選手のインタビューとともにお好きな曲を流したいのですが、お気に入りの曲っていうのはありますか？好きな曲、はい難しいな。これ Ten Thousand Hours って誰かやってました？ジャスティンの、あ、どなたも、それでお願いします。はい、ありがとうございます。はい、黒川選手がリクエストしてくれたのはダン&シェイ&ジャスティン・ビーバーで 10,000 Hours。 お聴きください。